はい、ということで皆さんお疲れちゃんでございます。ラバルルでございます。はい、ということで前回配信でお送りしましたこちらのカー X ストリート、はい、満を持してね、今カー X3 の情報が続々と出ておりますけども、そんな中発売されましたこちらのカー X ストリートがですね、思いのほか私の中で高評価というところで、はい、ちょっと今回はですね、皆さんにこちらカー X ストリートについてですね、詳しくちょっとご説明をしていこうかなと思っております。はい、ということで今ですねこちら Steam の方のストアページに来ておりますけども、はい、こちらですね、まあ私今 Steam でやってますけども、もともとですね、こちらの通りスマホ版だったんですよね。はい、スマホ版で開発されたものをPC で今回リリースしたというところで、本当は去年出る予定だったんですよね。それが1年間先延ばしになって、まあ約ほぼ1年ですね。まあ今回なんとプレイステーション4と5とあと Xbox、 そちらの方でもリリースが決定されているというところで、でまあなんでかなんですけど、 Steam の評価はですね、まあ賛否両論なんで、半分やっぱりちょっと評価が割れてるんですよね。なぜか私の中ではかなり、まあ今回ねちょっとデラックス版買いましたけど、差額がもう本当にないので、ほぼデラックス版買った方がいいと思います。はい、でですねちょっとレビュー見てみましょう。はい、ソロプレイ序盤の、まあこれは結構おすすめですね。はい、30時間やってる、やば日本語対応ない、日本語対応してなかったっけ、あんま気にしてないですけど、でも全然日本語対応してなくてもできますね。はい、車の挙動、アザーカーの AI、 まあどうだろう、オープンワールドなんでそこっすね。オープンワールドの、なんでしょう、やっぱオープンワールドの挙動なんですよね。で、カー X はカー X の挙動がまたあるので、K マス使って、そうですね、はい。車の挙動自体は非常に、そうなんですよ、挙動いいんですよ。ああ、まあ、万人にはってことね。デスレース。まあまあまあ、近いものがありますけどね。でもまあ、いいと思うけどね。まあ、こっからちょっとおすすめが増えてみたいな。まあ、でも半分がやっぱこっち見てもそうですけど、おすすめしないがちょっと多いかなっていう感じになってますね。はい。まあ、俺の中ではちょっと高評価なので、はい。そういうとこ含めてなんですけども。まあ、いろんなところでですね、ちょっとまあ今、情報出ておりますけども、まあ、ここの概要の方に、一応プレイステーション乗ってると Xbox と、で、今回スイッチがないんですよね。はい、出てないということで、ただまあホームページの方にはまだ載ってないので、まあ一応前情報としてっていう言い方だとは思います。はい、でもまあ本当に素晴らしいと思います。ということで入ってきましたけども、やっぱねグラフィックがめちゃめちゃ綺麗なんですよ、本当に。でまあこうやってシティ入ったらこのままもうニーフォアみたいにそのまま入れて、でもうちょっとカー X 史上初のオープンワールドということで、結構ね広い状態で、これ多分ねスマホ版とかでさ最初少しずつ広がってったものを一気に、多分ねスマホ版最初ここだけだったと思うんですけど、もう広がった状態で多分リリースしたんでしょうね。なのでかなり広い、うん、楽しめると思います。そう、まずカーショールームっていうのもまずあって、このスマホが出てくるんですけど、スマホのところがこれメニューで、でこのカーショールームってところからちゃんとこうやって最初シビックとか、ロードスターとこちらのピックアップからダットさんかな、これね、ダットさんのピック、あ、ダットさんでねDTS って書いてあるでここから始まってですね、お金を貯めてってみたいな、でデラックス版買うとこれがこのデラックスって書いてある中から選べるみたいな感じなんですよね。でこれはちゃんと Z もあるんすよ。いや素晴らしいっすね。でちゃんとこの C6 っていうのがレベルで、これでまた、おかっこいい、買っていけるんですよね、これレベルで。どんどんとランクを自分で上げていくみたいな感じ、レースに参加して上げていくみたいな感じなんですよ。でまあ車もですね、俺ちょっと今スープラ、なぜかオープントップのスープラ乗ってるんですけど、こんな感じでいろいろ選べるので、はい、マスタングもあってみたいな。
あー FD ありますね、かっこいい。アウディいいっすね。ダッチ BM、 これはあれかな、 M2 ってなってますね。はい、かっこいい。 GTR、 ポルシェ Z、 あ NSX だ、すげえ。あかっこいいっすね。ちょっとカスタムしてこれ。うん、まあ主要のですね、まあ90年代の車から最新の車まで、これは最新の BM のやつですね。はい、 M4 なので、まあほぼほぼ網羅しているというところで、まあかゆいところにはちゃんと手が届いているのではないのかなと思います。はい、でここからまあカスタムしていくってことになりますね。はい、あすげえ、カスタムされてるのもありますね。こういうところもね、かなりちゃんとしてるのかなと思います。で自分でカスタムしていく上でなんですけど、あのちゃんとですね、あのハクスラ要素があるんですよ。でこう今チューニングショップ来ましたけど、あのお金をちゃんと貯めて ECU とかをここの CR っていうので貯めて買ってカスタムしてみたいな感じなんですよね。うん、なので、もう本当にね、こういうところ細かくちょっとカスタムしていけるっていうところがかなり面白いっすよね。これアングルとかも、そうですね、これでホイールレートとかちゃんと変えられるんすよね。キャンバー角とか。あ、すげえ。フロントをちゃんとこうキャンバー変えてみたいな。で、リアっすね。あ、ホイールの塔もちゃんとあるんですね、これ。いいっすね。弱音が入れときましょうか。あ、これはいいっすね。いや、こういうね、ハクスラ要素あると、ちょっとね、やりがいがちゃんと出てくるっていうね。あ、すげえ、レーシングとか全部出せるじゃないですか。これ、レース勝つと、レベルが上げる、解放されてくやつが選べるんですよね。なので、そういうところでも、ちょっと変えられると。で、コントローラー、このエリコンとかプレイステーションのこういうコントローラーにめちゃめちゃ最適化されてるんで、挙動が。なので、コントローラーでプレイするのめっちゃ簡単っす。はい。ドリフトもめっちゃ簡単にできる。あの、カウンター当てなくてもカウンターが当たるみたいな。で、もちろんなんですけど、今回すごいのが本当俺車の挙動すごいなと思ってて、これ今俺、モザでやってるんですけど、あのグリップでこう走るのがレースとして基本なんですけど、ちゃんとですね、こうドリフトもちゃんと挙動としてかなりいい感じに。で、なんでしょう、このね、ドリフトの挙動とさ、あのグリップの挙動をちゃんとね、共存させるってむずいのよ、ほんと。この滑らせながら、で、この FFB もね、かなりいい感じにね、なんて言うんでしょう、出てるんですよね。そこら辺がちょっと今回私的にちょっと感動してる部分ですね。でですね、今ちょっとコントローラーでエリコンでプレイしてるんですけど、まあやっぱりゲームパッドにですね、最適化されてる感じの挙動っすね。なんでもうカウンターとかもなく、ドリフトがこうやってできちゃうみたいな、直撮りもかなり簡単っすね。なので逆に言うと、こうコントローラーのこのゲームパッドの最適化と、ハンコンの、なんでしょう、やっぱ操作性の難しさ、ハンコンがね、本当にちゃんとドライビングを楽しめる感じなので、ドライビング楽しめるぐらいのちゃんと設定にしてきたっていうのがすごいと思うな。まあ逆に言うとちょっとね、こういうグリップで走るようなところの、こういうドリフトはいいんですけど、なんかこう細かい操作がちょっとクイックすぎるかねっていうところはあるかも。やっぱドリフトに沿ってるんで、ドリフトに何て言うんでしょう、最適化しすぎてる感じはしますね。まああんまりこうマイルドにしすぎても多分今度ドリフトできないとかそういうのが出てくると思うんで、まあそういうところ含めてだと思います。ただまあゲームパッドでね、こうまったりと楽しむのも全然ありだと思います。まあオートマでって感じですよね、やっぱ。
と修正だもんね。当てやすいっすね。これまっすぐ行くとちょっと峠なんで、まあ、ハンドルを思いっきりうんって切るみたいな感じですよね。あーギリギリ、こう感じですね。まあこれが楽しいかって言われるとうんって感じかもしれませんけど、ただただスティックを思いっきり振ってるってだけになっちゃうんで、普段あんまりパッドでやらないので、まあこれがどうなんだろうっていう感じではありますけどね。個人的にはまあやっぱりパッドよりはハンコンの方がって感じはやっぱしますけどね。まあやっぱハンドルの方が、まあ、やり慣れてるっていうのもあるけど、私的にはやっぱりいいっすね。FB がね、本当にすごい、本当よく出してきたなっていつも思います。これ本当に戻ってきたか。なんでまあハンコンだとこんな感じですかね、本当に。なのでまあ挙動として、なんて言うんでしょう、よく本当に仕上げてきたなって感じっすね。パッドでも遊べるし、ハンコンでも遊べるっていうところは、ものすごくね、素晴らしいと思います。で、まあ、こうちょっと走ってて分かると思うんですけど、かなりグラフィックが綺麗。俺今フル HD でやってて、ゲーム内グラフィック、モニターの解像度はフル HD。で、ゲーム内のグラフィックはウルトラでやってるんですけど、めちゃめちゃ軽いんですよ。見てみてください、グラボ 50% しか使ってないんですよ。で、CPU ももう 60% ぐらいで、 GPU が68度で CPU 61度なんで、かなり軽い。まあ、フレームレートが若干落ちるとかありますけど、ただまあゲーム内グラフィックをウルトラにしてるっていうのも多分あると思うんで、はい、そこら辺含めてもですね、かなりまあ、ゲーム性としては高いのかなと。フレームレートを優先するんであればゲーム内グラフィックをちょっとやっぱり低くしてもいいのかなと思います。でまあ今回に関して言うと、すごいね、この街がちゃんとね作り込まれてるってところと、貼り付けの部分がなかったっすね。いろいろ見てるんですけど、もうフルポリゴンなんで、かなりうまいこと作られてるなと思います。この遠目のあの山とかもかなりね、くっきりとシャープネスかかってて綺麗に見えるんすよ。この左上のさ、この看板のネオンの感じとかすごくない？で、ところどころですね、ちょっと日本を感じられる、この今さ、これって今ラスベガスみたいなこの街並みじゃないですか。で、ところどころでちょっとね、まあカイクスで言えば神ロードとかいろいろあると思うんですけども、日本を感じさせられるところももちろんあるんですよ。で、例えばここっすね、この京都風なこの紅に染められた、京都じゃないか、ちょっと桜があってみたいな。で、ここをちょっと入っていくとですね、なんと皆さん東京タワーがあると。見てみてください、これはもう明らかに東京タワーっすね。で、あっちに行くとちょっとね、大阪城みたいなのもあるんですよ。名古屋城か大阪城かわかんないけど。見てみてください、皆さん。この画角っすよ、これ。大胆不敵なドリフトって書いてありますね。ああ、これはすごいっすね。すげえ。
まあ、あとスカイボックスめっちゃ綺麗っすね。こうやって見ると空の雰囲気が。これはちょっともうアセコルと同じぐらいか。アセコル超えてるかもしれない。いやーでもね、この草木とかのオブジェクトもですね、かなりちゃんとしてるんすよ。なんでここまで、これユーロトラックシミュレーターとかと同じだと思うんですけど、考え方としてね。で、なんでここまで軽くできてるのかがちょっとよくわかんないっすよね。軽くない？めちゃめちゃ。なんかここら辺のグラフィックの綺麗さからあれですよね。しかもオープンワールドで入れて、この軽さっすかね。って考えるとね、ものすごく私の中では、高評価なゲームとなっております、本当に。で、まあ先ほども言いましたけど、やっぱりね、挙動がいいんすよ、本当に。挙動が本当に素晴らしくて、ドリフトとグリップ両方楽しめる。で、セッティングがですね、そこまで細かくないので、2か、カイックス2の方は、ちょっと結構セッティングっていうの苦労しましたけど、これ今ほぼデフォで、キャンバー角をちょっと変えただけで、まあ普通にドリフトできちゃうんで、パワードリフトとかこうやって。で、グリップでこうやって走るのもできるし、なんかね、そこを共存させるっていうのが、まあ、逆に言ったらちょっとリアルじゃないのかもしれませんけど、ただ、そこをね、ちゃんとこう遊べるように作るってすごいなと、俺的には思うんすよね、これは。で、ちゃんとあの、タイヤが減る概念とかもあるんで、ここで、ガソリンもそうだし、これ見てください。ガソリンもちゃんと入れて、あ、金がねえのか。金がなくなっちゃいましたね。で、ノスもあると。で、タイヤもちゃんと、これであると。ということで、はい、本日はですね、私、ちょっと最近、すごいなと思った、カーエクスストリート。結構、こちらの方はね、私の方もちょこちょこと、ちょっとやりながら、楽しんでいこうかなと思っておりますんで、ぜひ皆さんね、配信等々で、はい、お越しいただけたらなと思います。で、こちら、犯行の設定ちょっとわかんないっていう方、結構いらっしゃったんで、そこをちょっと、今度ね、アクティベートの仕方、ちょっとご紹介していきたいなと思いますんで、皆さん、次回そちらの方の動画でお会いいたしましょう。参考になった方、ぜひチャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。というわけで、じゃあ次回ね、こちら、犯行アクティベートの動画でお会いいたしましょう。じゃあみんな、愛してるぜ。